こんにちは。今日はずっと行きたかった100円ショップのセリアさんで毛糸を購入してきたので、これを紹介したいと思います。まず一つ目が、糸の名前がパフェ。パフェのイラストが載っているラベルで、結構ロングスパンの段染め糸で、どっちもねラメが入ってますね。他にもカラーがあるのかちょっと私はわからないんですけど、これを買ったお店にはねこの2種類だけあって、でここちょっと出っ張ってるんですけど、これはね最後の1個でした。と材質があれですね、綿が 59% ですね。アクリルが 35%、 ポリエステル 6% で 30g 78m、 針の号数が棒針だと5号から7号、かぎ針だと4号から6号、どちらかというと細い毛糸でふわっとした感じになってますね。これが色番が2番、でこっちが色番が3番ですね。1番がなかったので、やっぱり他にもねカラーがあるんですかね、ちょっと気になりますけど、また見つけたら買ってみます。こんな感じでピンクとブラウンのランゾメイト。これはねなんで買ったかというと、リフ編みの雑貨を編みたくて買いました。ところどころねこうやってふわっとしています。そして次がもうやっと買えたっていう感じなんですけど、七色彩色ですね。ニコアミさんがね七色彩色結構変わりましたよねっていうことで教えてくださったんですけど、セリアさんの毛糸ゆっくり見れてなかったので、やっとねお店に行ってじっくり選べたんですけど、私が選んだのはカラーナンバーが11番。ほんとね、なんかラベルも変わりましたよね。色も変わりましたし、ここに初心者の方でも編みやすいちょっと太めの波太って書いてあるんですけど、前のタイプもこういう感じのフレーズで確か書いてましたよね。材質がアクリル 85%、 ウールが 15%、 30g 54m で、棒針だと10号から12号、かぎ針だと8号から10号。七色彩色はアクリルが多めの糸なのですごく軽いので、これで3本取りのバッグを編んで、前回の動画の感じでファーをつけてもいいかなと思ったんですけど、今回これを購入したのはバッグを編むためじゃなくて、子供用のポンチョを編みたいなと思って買いました。そして次が大人グラデーション。これね初めて買ってみたんですけど、コミーさん、手で芸をするコミーさんの動画のサムネイルで見て、どこのメーカーさんの糸なんだろうなと思ってたんですけど、100円だったんですね。ちょっと高そうな糸だなと思って見てたのでびっくりしたんですけど、いろんなカラーが混ざっていてすごく大人っぽい印象の糸ですね。これがカラーナンバーが1番。材質はアクリル 91%、 ナイロン 9%、 25g 60m で、棒針だと5号から6号、かぎ針だと4号から5号、標準ゲージが23目28段。こう見た目がふっくらしてる割に結構編むと細く感じるような糸なのかなという印象です。で続けて紹介するんですけど、これがニューって書いてますね。深みカラーの中細、深みのあるレトロカラーが魅力、モチーフやショールなどかぎ針編みの作品におすすめです。でこれをね同時に紹介したっていうのが、今月の29日金曜日に初めてのプレミアム公開をしようと思っていて、その時にね引き揃えで編もうかなということで買ってきました。時間が9時30分からを予定しています。その時間空いているよっていう方はよかったら見に来てください。これのラベルを紹介してなかったですね。これがカラーナンバーが13番で、アクリルが 68%、 毛が 32%、 25g 83m、 使用かぎ針は3号から5号、長編みの標準ゲージが25目13段。こんな感じ。これを1本の糸として引き揃えて編みます。そして最後が、ついに買ってしまったケイク。これ結構前からありますよね。もうね見るたびにねずーっと気になってて欲しかったんですけど、多分ケイクに手を出すともう戻ってこれないぐらいハマりそうだなと思ったので買わないでいたんですけど、この段染めの色合いがすっごく気に入って、もうね我慢できなくなって買ってしまったんですけど、パープル系のグラデーションの中にちょっとね優しい感じのブラウンが入ってるんですよね。カラーナンバーが5番。
材質はアクリル 100% なんですね。で 30g 51m、 棒針だと8号から10号、かぎ針だと6号から10号、結構幅広いですね。標準ゲージが18目24段、グラデーションはこんな感じ、こんな色合いです。で今のところね、ペタンコバッグかポーチを編もうかなと思っています。単色の毛糸と組み合わせたりとか、あと細めのふわふわっとした毛糸と引き揃えても可愛いかもしれないですね。ということで今回はセリアさんで購入した毛糸と何を編むために買ったのかというお話をしてみました。でね、さっきもお話ししたんですけど、この大人グラデーションとニュー深みカラー、この毛糸を使って11月29日9時半からプレミアム公開で皆さんと一緒に編み物をしたいなと思っているので、よかったら初めてのプレミアム公開に遊びに来てください。で、先日ね、リクエスト専用フォームを作りましたっていう動画を出したんですけど、結構おしゃべりをしながら編み物をしてほしいっていうリクエストがすごく多かったので、プレミアム公開の時にね、こんなテーマでお話をしてほしいとか、何か質問とかもしありましたら、この動画のコメント欄にお気軽にコメントしてください。今日は以上です。ありがとうございました。